たってことは終わった。いやけど攻撃してるし。はい、では皆さんこんにちは、高部です。スカート動画再生していただきありがとうございます。本日は雲ですが、何かこちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ね、冒頭の考察の方で、クモ子がね、クモなんじゃないかと、前世がね、教室でクモの巣が映るシーンがあったんで、あそこにいたクモが転生してきたんじゃないのみたいな説を唱えてみたんですけども、結局クモ子がね、今まで18話、19話やっていた中で、人間らしいような記憶があるね、お話をちょいちょい入れてるでしょっていうところがあって、そこら辺がちょっと僕ね、自分の自己紹介するときにテロップ入れてる通り結構忘れてまして、まあそうするとクモ子がクモ説はねえのかと。じゃあ改めてね、クモ子がクモじゃないってなると一体誰なんだっていうね、またスタート地点に立ち返っているわけなんですが、まあそうなってくるとやっぱ若葉なのかっていうねところけど、 D が若葉な気もするんだよね。そこがちょっと捨てられないから、まあ、前回クモ子がクモなんじゃないかみたいな説唱えたんだけどね、もう今のところの情報だとこれ以上のとんでも考察はもう無理なんだけどね。で、前回ね、また15年前のお話に行きまして、まあその中でいろいろ複雑なお話が出てきました。まあ改めて2回見させていただいてね、なんとか自分の中でこれで理解できたんじゃないかなって思う形にまとめさせていただいたら、ここで一回紹介させていただきたいんですけども、まず、ケレンリョ、ケレンリョって今まで出てきてました。アニメの中でね。で、これアニメの中で見てきた人向けに言ってます。原作読んでる人なんかここら辺よく理解してると思うし、あれなんだけども、まあ、アニメだけ見てると、まあ、ここら辺まとめないと頭追いつかないわけですよ。で、このアニメ字幕が出てこないので、まあ、僕が聞き取った形で今書いてるんですけども、国の名前とかね、いろいろとちょっと間違ってる部分あったらご指摘のほどよろしくお願いします。で、まず、ケレンリョ、ソフィアちゃんがいるところね、これはどうもサリエーラっていう国に属してるところだなと。で、女神教を、まあ、崇拝していまして、漁師さんに関しては戦争回避したいっていう思惑があります。で、女神教に関してはスキルを捧げるよっていうところもあって、神言教ね、同じ女神様を崇めてるって言ったところに関しては、まあ、スキルレベルを上げるっていうね、全く反対のことをしております。で、この神言教についている国として大津国があり、その後ろに前回ケレンリョの漁師さんが話してた同盟としてレングランド帝国、アリウス教国っていうのが存在するよと。前回ここの中でダスティンさんっていうのが出てきたんですけども、あの人が多分神言教の教祖っていうか、まあ教皇みたいな、なんかそういう感じなんだろうね。だからこの国の中のトップっていうよりは、まあこの宗教の中のトップって感じで、崇める国の中ではかなり特別な存在なのかなと思っております。で、このダスティンに関しては、まあ、前回アリエルのことをアリエル様って呼んでいたところもあるし、まあ、同じ女神崇拝しているっていうね、この女神が誰かっていうのは置いといて、結局アリエルの中に神獣的なスキルがあったと思うんですよ。だからそういうことを考えると、ここのアリエルと神言教っていうのは、まあ、ある程度つながっている存在なのかなと、手を組んでいる形なのかなっていう推測が立ちますよね。この女神とアリエルがつながっているんだとしたら、まあ、同じ神を崇めてる、まあ、この女神教の方、ここはアリエル様と今どういう関係なのかってとこなんですけども、どうもここに関してはアリエル様はね、手を貸している様子はないのかなと。ただ前回ラストの方で結局クモ子が登場してきてね、ケレンリョの奥さんがですよ、結局このクモ子に関して神獣的な感じでね、あのチラシをアハハみたいな感じで配ってるシーンが入っていたじゃないですか。しかもエンディング終わった後に、あんな一回人を直しちゃったことによって、もう長蛇のね、困窮した人とか怪我した人とか、そこら辺直さなきゃいけない人がバーって並んでると様子があると、まあ、クモ子神獣っていうスキルはないものの、この国、要はケレンリョ、サリエラ国において神様的な神獣的な扱いに今後なってくって展開あってもおかしくないのかって今予想しているんですよ。前回旦那さんと執事の人が話してて、まあ、クモ子に対して接触するかもしれないような様子もあったし、あの長蛇に並んでいる人たちを全部助けることを多分クモ子は選択すると思うんですけども、その結果ここら辺がね、きっと接触を図ってきて、今までこのクモ子に対して注視しているような存在だった領主様も、奥さんみたいにクモ子のことを
あがめるようになって、このクモコに関してはこのケレン領の中で結構自由に暮らせる存在になっちゃうんじゃないかなっていう、なんか荒くねに進化してね、その人の言葉をみたいなことをねなんか言っていたけども、そうなる前からこっちでうまくやっていける流れ出てきたんじゃないかなって今思ってるんですよ。だから15年後クモコはエルロー大迷宮の地下にね前回まではいるんじゃないかって話をしていたけども、仮にあそこにいないんだとしたらね、このサリエーラ国のどっかそれこそケレン領かなんかにいてもおかしくないんじゃないっていうね。ただ15年後にアリエルが人間と戦ってて、アリエルの中がクモコだとしたら、あれはどこの国と戦ってたっけ。ちょっとよくわかんなくなってきたな。今説明してて頭こんがらがってきちゃったな。仮に15年後のお話でも、まあ、アリエルというかクモコがこっち側についてるんだとしたら、戦ってる相手はこっちだから、ここにクモコがいるってことはないのか。どうなってんだ、もうわかんねえな。ちょっと今自分で説明してていろいろと変なところに行き着いちゃったせいでさ、ここで話そうと思ってた説明が自分の中でどんどん瓦解していくんだけども、まあ、とりあえずちょっとそこは置いとこう。もうダメだ、もうアニメがどんどん見る時間が遅くなっちゃうんで。でエルフに関しては前回描かれてた中でやっぱりね、転生者に関していち早く気づいていて、ポティマスって男が集めてる流れがありましたよと。でそれをなんか人身売買的な感じでダスティンは情報を仕入れていて、まあ、子供が大量に集められてるよっていうくらいだったんで、この当時まだダスティンに関してはその転生者の存在知らないと思うんですよね。でこのポティマスが結局このいち早くこの気づけたってことを考えると、やっぱ D 関係に関しての知識はここのエルフに関しては一番深く持っていて、前回 D のお話の中でその先代の勇者ウンチャラとかの時に D に対してって言っていたのも、もうエルフで間違いないのかなと。でこのエルフの里に関しても確実にこの大津国とかのその神言教の方と対立してる流れがあるのかなと。ケレン領に対しても結局ソフィアちゃんにああいうこと仕掛けちゃってる手前、それがエルフだってバレた時にはやっぱ対立するんじゃないかな。それとももう対立してるのかな、ここは。もう何分ね、もう18話19話くらいになってくるとね、もう一回全部見直そうっていうことをやってる時間がないんですよね。みんなに一回聞きたいんですけども、このアニメで追っかけてる人って一回1話あたり何回見直してます？ここは平均でだいたい 2.5 回くらいだと思うんだけども、どんどん新しい情報入っていくとさ、情報が多すぎてさ、昔の情報どんどん抜けてっちゃうのよ。考察が今ある情報の中でできてっちゃって、昔の情報がなくてそれをみんなに突っ込まれると、もうねどんどん瓦解してくっていうね、この流れが今どんどん起きてるわけ。このループから俺も抜け出したいんだけど、でも抜け出すあの容量がないんですよね、頭の中に。必死で僕もいろいろメモをね何枚も取ってるんですけども、そこを見直しても結構ね抜け落ちてる大事な部分がねあると思うんです。アニメだけでね、ここどこが重要か分かってないからさ、拾い上げなきゃいけない情報がさ、まあ、とりあえず今回ね15年前のお話ねやってくれるか分かんないけども、明らかにクモコに関してはケレン領の中でとんでもない認知度みたいなのが広まってくと思うんだよね。まあ、ただでさえ奥さんがいろいろチラシばらまいてるとこもあるしさ、その結果今までアリエルはクモコ死んだって思ってるかもしれないけど、これでクモコが生きてるっていうことに気づく可能性もあるかもしれないね。今結局エルローの地下の方で静かにしてるっていうのは、要はクモコの並列意志によって侵食されてるから、多分それに対抗してだと思うんだけども、仮にこの神言教とアリエルとかがつながってて、ダスティンの方からこっちに対してクモがいるよっていうのをね情報として入ってきた場合、この15年前の方でアリエルがクモコの方に戦いを挑んできてもおかしくないんじゃないかなと。またその時何かが起きるみたいなね、そんな展開あってもいいんじゃないですかね。ちょっと今回は15年前の方にね重点を置いてお話しさせていただきました。もう何分前回のお話本当に情報が多くて、アニメだけで追っかけてる人たちがねみんな僕と同じ感覚だといいなと思っております。あとねここに書いてないんだけど、前回ねあのフェイちゃんに関してエルフの里に行く前にねフィリメス先生がなんかいろいろ言ってたんですけども、結局女神教に関してあの白い羽がみたいなこと言ってたじゃないですか。あれってシン君の夢の中に出てきてる女の子も白い羽あって、ちょっとねフェイと似てる部分があったじゃないですか。ってことはあのシン君の夢の中出てきてるの女神ってことでいいのかな。女神は結局シン君に対しても何かアプローチを仕掛けてきてるんだとしたら、 D はねクモコに対してこの世界をみたいなこと言ってるけど、女神的にはシン君になんとかこの世界をしてほしいのかもしれないね。だからゆくゆくのシュン君とこのクモコの関係性みたいなとこね、まあ、ここに関しても注目しておきたいなというふうに思っております。はい、というわけでね皆さんも録画したものもしかビデオドマンで使って一緒にお楽しみください。簡単なご案内されました。本編スタートです。
よろしく頼むぞ。さすと、ん？あ、これもう前回の続きじゃない？ねえ、この見た目だし。ほら、いやもうお供え物みたいな建物ができてる。え？もう別の日かこれ。どういうこと？え？もう受け入れたの？え？ 3 回？え？じゃあもう、あれからだいぶ経ってない？ねえ。いや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 超受け入れられてんじゃん。いやけど逆に、これはチャンスなんじゃないか？クモコとしてはさ、人とさ、仲良くしてくっていうか。誰も怖がってない。いや、ここまで来たらもう領主様とか奥さんはどうなんだろう。接触してきたのかな？これから？いや、これ今いつも俺らが見てるあれじゃん。なんだ？あー、書いてるのね。なんだかんだ乗って、いやいや、そうね。ぼっち。やっぱ雲じゃないんだよな。こう見ると。うん、けどね、こういう風に聞こえちゃうからね。ぼっちって言ってるのに、多分ご神託になっちゃう。いや、荒くねなる展開、ここで来たら面白いけどね、いよいよ。それはないか、さすがに。いや、ばあちゃん。はあ、一本しかねえじゃん。いや、これどうなっちゃうの？開け同窓会。どういうこと？ここでなんだ？みんなが一堂に会するみたいな。けど15年前にそんなことないか。ってことは、お話の方が今15年前の方見てて、前回続きだったけど、また、まあ、この話でポンポンいろんな時代行くじゃないですか。で、15年後の方の話に行って、そこでいよいよあれかな、ここにいる転生者たちが結構な人数また集まるみたいな、そういう展開を示唆してんのかな。同窓会っていうくらいだから。そんなの、だって過去のね、現実世界の方での同窓会なんてあり得るわけないじゃん。高校生活で吹っ飛ばされたんだから。どういうことだろうか。いや、とりあえずけどさ、もう、ケレン寮の中であそこまでさ、噂っていうかみんなに崇められたらさ、やっぱ他の国とかにも伝わると思うんだよね。雲のなんかとんでもないやつが現れたって。そしたらやっぱアリエルの耳にもまた入ってくると思うんだ。クモコのことが。いや、これどうなっちゃうんだろう。全然わからないって。それこそね、言葉がね、誰か通じればいいんだけどね、ケレン寮。そういうスキル持ってるやつとか出てきたりしないのかな、人間側の中で。ねえ。で、これはシーマケ、クモコなのか、誰視点、どの時代なのか、もうほんとそっからだよね。誰だ、今の声。あ、けど、手はフィルメス先生か？ああ。ってことは、今のはハイリンスの声か。あ、もう、エルフの里？ついたんだ。なるほど。いやー、これどうなっちゃうんだろうね。転生者がこんなにいっぱいさ、来たら、エルフの方に。シュン君とかさ、それこそ取り込まれちゃうんじゃないの？大丈夫？なんか、神言教、女神教もね、なんちゃらみたいなこと言ってたじゃん、前回。だから逆にこのエルフの里にとっては都合のいい存在なんじゃないかな。おうおう、手荒だね、随分。おかちゃん先生いなかったら大変だったろうな。ハイフェナス。え？族長の娘？族長ってあの、前回あの死んだポティマスのこと？娘だったっけ？娘だったんだ。俺忘れてたのか、新情報か。どうしてよ。今の声、ポティマスじゃね？違う？どういうこと？だって前回、首チョンパー。そうよ。ソフィア。まさか、伏持ち？ポティマス。どういうこと？それともなんかそんな似たような力があんのかな？やば！生きてたの？
あなた。8万 やば。ダスティンか。確かにユーゴのこと入社って言ってたもんな、前回。やっぱ囲い込みたそう。いやー、このフィルメス先生の顔が映んないのがちょっと怖いね。あ、ちょっと待って。そうか、ここに来たってことはいるのか。誰がいたっけ、名前。名前出てなかったか、人数だけだったか、割り振りで。だから、岡ちゃん先生は、本当な、せいな。いや、だって首飛んでたよ。カティア。いや、もう絶対そうだよ。まあ、そこはあれなのかもね。ポティマスが生きてたことに関してはあれなんじゃない？いや、岡ちゃん先生、怪しすぎでしょ、動き。ねえ。何を知ってんだろう？何をしようとしてんだろう？やば！じゃあ、エルフはエルフで結構な兵力持ってんじゃない？とんでもないね。どうなっちゃうん？いや、ユーゴくらいじゃどうにもならないけど、ユーゴの裏にほら、ソフィアとかさ、魔王が繋がってるわけじゃん。で、魔王の裏にそれこそクモコとかがいればさ、この結界はなんとかできちゃうんじゃない？クイーンではダメって言うけど。いやー、みんな元気にしてるんか？おー、来た新キャラ。ねえ。誰？分かってないんだね、まだね、転生者ってことが。犠牲者？いや、そういう意味か。ここにずっとなんかあれなんだ、囲い込まれてるからこその、ここにまた入ってくる存在みたいなことを言いたいんだ。え？そうなの？いや、わかんないよ。誰なのよ。まあね、この子はね、顔が。しゅんくんもわかりやすそう。出た。いや、ここわかんないよね。いや、これだけはね、ちょっと予想外だろうね。いや、このちょっと男言葉になるのはあれだね。まあ、名乗られても俺あれだけど。工藤幸。言われたところで、ああ、なるほどね、とはならんな。そんな登場してたわけでもないし。いやー、だからそこら辺もなんかあんのかな？フェイちゃんのさ、見た目が。やっぱ。ああ、ここら辺あれか。つるんでた人。ああ、なるほどね。いやー、山田と大島。ここら辺のまた新キャラクターというか転生者が出てきたことによって物語がさらに複雑になるんかな。いや、嫌われてんね、先生。え、だからこっからずっと出されてないんじゃない？ここにいる子たちは。それが岡ちゃん先生がしたくてしてんのか、やっぱポティマスのせいなのかわかんないけど。まあけど、ポティマスがやってるんだとしてもあれだね、岡ちゃん先生は上がられない感じなんだね。
いやいや、めっちゃいるじゃん。そっか、すげえいたもんな、そういえば。いや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 。いや、わからん。いや、もう全然ダメだ。無理無理無理。もうアニメで見てる人には無理だわ、これは。ちょっと、ねえ。いや、ここら辺はなんとなくわかんだよね。あの、根岸とかに絡んでたさ。顔わからめるな、お前ら。なあ。まあ、フェイちゃんね、あれだしな。ちょっと、お前やめな。ね、こんだけさえいたらさ、まあ、だから今回同窓会ってタイトルなんだと思うんだけど。いやー、過去の面々がさ、一度に返したら、ユーゴとかさ、戻んないの？今の傍若無人な態度から。いや、君、ちゃっかりちゃんと隣座ってるし、もうあれなんじゃない？カティアのこと、興味津々なんじゃない？いや、ほらね。もう、見た目にはかなわないな。なんだ？ああ。だから、あれだ、15年前の人身売買の組織の時に来てる奴らなんだね。結構の人数が。いやだから、ネギ氏がこっち側につく理解が出てくると思えないな。そもそもこの、あれ、フェイちゃんとかもいるし。あ、京也くんね。仲良くしてたよね。いやー、気になる。えー、いやー、ちょっとまたここでまとめてもらわないと分かんないっす、コメントに。今までの登場人物とはいろいろねえ、いつもまとめてくれる人いるけど、あれ超ありがたいんだけどさ。いやー、この消えてる人も本当に消え、あれ、また戻っちゃったの？ 15 年前に。ええー、大津国。ちょっと、別にそうだよね。くもこちゃんのあれじゃん。意思でさ、ここにたまたまいるわけでさ。別に、ケレン寮が有してるわけじゃないのにね。困っちゃうね。だから、いろんなイチャモンつけて、不安になって戦争をしたいみたいな感じがあるんじゃないかな。大津の方は、大津っていうかダスティンというか。ああ、なるほどね。あのエルローのね。で、こうやってずっと聞いてるんだね。ちっちゃい体で、根岸さんは。みんな興味あるんだね。いや、返事も何もね。いや、その通りだよ。別にこの人がじゃあいいですよって言ったところで、クモコがね、お客。ポティマス。え？待てよ、ここの関係はどうなんだ？今の挨拶からするとあれか。初対面か。ああ、根岸さん狙い。どっち？クモコ？なんだ？あ、けどなんかすごい好意的に受け取ってんね。ああ、そんな感じ？ってことは、サリエールというか、ケレン寮というか、
はエルフとはうまくいってるんだ。ああそっちか。いやけどネギシもあれじゃない、ここにいるのあれなんじゃない、まずいんじゃない、大丈夫。なんかこの人もいろいろ集めてるしさ、鑑定とかありそうだよね。もう分かってんじゃない今この段階で転生者って。うん、ここだ多分。ああ、ほらほら見てる見てる見てる。いやこれ理解したでしょ。ん？ああ、あれだ。アリエルだとは思ってる。柔軟剤じゃない。柔軟剤じゃないけど、多分今鑑定してて、クモがネギシさんになんかつけてんのが見えてんじゃないかな。あのじいさんにもつけてたさ、マーキングみたいな。で、そのマーキングを、クモ子のマーキングをアリエルがっていう指示だと思ってんじゃない？この流れ。なんか逆にこのおかげで今、このネギシさんは助かったんじゃないかな。え？なんだ？え？魔王？どこに？向かってんの？急展開。あれは？くっついてたあいつは体力の人は？人っていうか、どうなってんの？マザーは？あ、いるんだね。まだおとなしく。いやいやいや。え？やばっ！すごっ、4分の 1？ すごいじゃん。いやー、どうなっちゃうんだ。ハッキングの方はそろそろ終わんのかな。あー、いよいよまた出てくる流れかね、どっかしら。え、けど逆にあれかな、弱ってるから倒しちゃう。けど15年後の方にクインタルテクトはアリエルの下にいるって流れで、ちょっと待って、急に来たよ。マザー戦。ちょっと。マザー戦やんの？今から。いや、もうあれじゃない？実は話せるみたいな流れないのかな？終わってて。だって倒すか？いや。ん？何？あ、罠！魔王もいなくなったの罠なの？いや、それともこのクイーンが頭いいからやってんのかな？やばっ！ちょっと調子乗って油断して来すぎちゃったんじゃん、すぐ。いや、これ、心の準備ができてるんだけど、いきなりのマザー戦？だからやっぱハッキングは終わってないっぽいね。けどこれ逆にどうなんの？倒せば戻ってくんのかな？入ってんの。いやけど倒すって。だっているじゃん、15年後にクイーンが。あれはあれなのか、15年経つまでに進化したまた別個体なのかな。どういうこと、どういうこと、もうわけわかんねえわ。いろいろ考察が頭をめぐってバトルに集中できない。おい。いやいや、まあ、ここでタイトル、あ、終わりも、あ、違うね。いや、不死なかったら終わってたな。いや、何この走馬灯的な流れ。勝てなさそうだね。どうやら、まだ。伊達じゃないね、クイーン、マザー。受け継ごう。あれ？何何この死を覚悟したような発言。けど、深淵じゃなかったら大丈夫だよね。通じた。ってことは終わった。いや、けど攻撃してるし。なんでこの近距離にいるから通じたのか。何何受け取った、どういうこと。力がみなぎる。まさか、この二人が吸い取ってる。やばやば。じゃあ今戻ってきたことによって、このわーって。これ逆転するんじゃないか、ステータス的にも。もう余裕の。まあそもそも逆転してたか。やばい。これ決まっちゃうんじゃない。じゃあこれ乗っ取るんじゃなくてやっつける流れじゃん。やば、頭だけで。早っ。
やば、MP3 万もあるよ。ちょっと強すぎねえか。読めなかったけど、いや、これならいけるね。え、ここで終わっちゃう？もしかしてマザー戦あと多分ちょっとしかないだろうけど、尺、いや、終わるかも。てか、やっつけちゃうかも、本当に。え、しかもなんか跡形もなくやっつけちゃうけど、俺ここでなんか死体残して結局入れるみたいに流れもあるかなと思ったけど、え、ああ、行っちゃった、行っちゃったね。はいはい。いや、それもそうなんだけど、終わったんだけど、マザー戦。あっけなく。いや、あれはだから乗っ取るって流れなんのかな、本当に。このマザー戦みたいにさ、結局弱体化させてみたいな。そうなるとよくわかんないな。だって15年後にはいたじゃん、クイーンタラテクト。どうなってんだ。いやいやいや、ちょっとかわいそうだよ、カラダさん。ねえ。んで、また転移か。いや、この転移も便利だね。不死もだけど。いや、てか今、跡形もなくやっつけたよね。あんだけね、最初ビビってた相手がこんな圧勝できるなんて。いや、みんながそれぞれなんか意思を持って裏切るかなみたいな流れもあるかと思ったんだけど、そうではなかったね。だからやっぱみんな繋がってる相手は仲良しっていう感じなのかな。ってことは、あの、体もアリエルの中入ってるのは、まあ、ゆくゆくこれでアリエル乗っ取るって、クモコがやっぱ支配下っていうか共有するみたいな流れなのかな。それこそシロ、クイーン、アリエル。もう前回ね、クモコがクモなんじゃないかみたいな話して、実はちょっとシロ、魔王、マザーとか、まあ、そこら辺は、まあ、中に入った人たちが勝手に動かし始めちゃって敵対してんじゃないか説みたいなのを解いたわけなんですけども、それはないかもね。こんだけ仲良しな感じで出ると。あれ？え？あ、まだあんの？残骸かな？これは。え、誰？あ、竜か。協定違反。我らが主。主って誰？上位管理者？なんだ？何者？古き？どういうこと？新しき風は雲子かな？最後の真珠ってことはいっぱいいたんだね。アリエルみたいなのが。ってことはやっぱクモコだわ。あ、邪魔するなってか。まあそうだよね。マザーやられちゃったしね。なんか急にあれになったね。3D というか CG というか、え？やっつけちゃったの？今の、あれで。ご機嫌本当に斜めなんですね。いや、突然ラストのラストでマザー戦始まって、しかももう終わっちゃいましたけど、これどういうことっすか？で、最終的に体担当以外また戻ってきたってことでいいんだよね。で、あの戻ってきた時に吸い取ったステータスはマザーやっつけた後も自分の中に入ってんのかな？だとしたらだいぶ強いけどね。まあまあまだ魔王には及ばないっていうのはあるけども、魔王以外だったら相手いないんじゃない？そろそろクモコに関しては。だって最後の真珠みたいなこと、今のね、竜みたいなやつが言ってたじゃん。ってことを考えると、もうどう考えてもこの世界のナンバー2にはなったんじゃないか。だからあとはこのアリエルさえどうにかできればこの世界のトップ間違いないと思うんだ。で、アリエルには今体担当がひっついてるでしょ。それがまたマザーに対してと同じような攻撃を加えてるんだとしたら、まあ一人でやってるし、ステータスの関係もあるから相当時間はかかるにしてもだよ。マザーでも多分体の中入ってからそんな時間経たない間にあんだけ減らせられたし、それこそアリエルに関してもこの後すぐにステータスダウンしてくんじゃないかな。だから結局リアクションしてる時も何回も言ってよくわかんないのが、マザーさ、15年後にもいたよね。なんで？なんであんなコッパみじんにしちゃったのにいるんだ？やっぱ他の巨体が進化してマザーみたいなクイーンタラテクト種になったってことなのかな？
初めて乗っ取った相手がマザーでしたっていうわけではなく、アリエルになりそうだね、この流れだと。あとはエルフ側の動きね、やっぱ岡ちゃん先生嫌われてんじゃん、転生者の人たちから。あそこの中にいる生徒たちは今シュン君たちが15年後の話であそこで会ってるけども、15年前の話の方で人身売買組織みたいな話がダスティンの時にあったじゃないですか、報告で。あの時にすでに集められてた子たちもかなりいるわけじゃん。で、あの子たちは多分あそこから一歩も外に出れてないんじゃないかな。そういうのもあって岡ちゃん先生に対してあんたも加害者だみたいなことを言ってんじゃない。ここで満を持してみたいな感じでいろいろね、同窓会的なタイトルでバーって出てきたけども、あれ出てきた子たちが今後どうなるかだよね、この作品の中で。動きとしてさ、あんだけいればさ、ダスティンとかみんなに対抗できたりしないのかな。岡ちゃん先生が前にユーゴーから支配者特権で吸い取ったように、あそこにいる転生者の人たちもみんななんか吸い取られたりしてんのかな。ポティマスが自分たちの脅威になるから転生者を刈り取ってんのか、打倒 D をしたくて揃えてんのか、どっちなんだろうね。あとはなんでポティマス生きてるんってとこさ、あの人もやっぱ不死スキルとかがあんのかな。やっぱアリエルのことを呼び捨てにするくらいだから伊達じゃないんだろうな、ポティマスに関しては。ただもし仮にポティマスがプクモコと同じ不死を持ってるんだとしたら、それこそ深淵魔法とか浴びせればやっつけられるっていう可能性はあるよ。ちょっと15年後の方のお話のポティマスの動きも注目なんだけども、過去の方のポティマスについてもさ、結構ネギスさんのことほら魔王がみたいな誤解してたっぽいけど、あれは良かったんだよね。あれがあったから結局あのネギスさんに関しては回収されずに、ゆくゆくクモコの側についたって流れになったんだろうね。なんかケリン寮はこの後大変そうだね。あのご両親助からないんじゃない、戦争とかが起きて。でそういうごちゃごちゃがあったから、ソフィアはそのうちその魔王とか、まあ、クモコみたいなそっち側につく流れになるんじゃないかな。15年後の方にケレン寮があったかっていうね、そこがちょっと記憶が僕にはないんだけども、ちょっと話複雑すぎてもうよくわかんないっす。あんだけ登場人物一気に増えちゃうとお手上げだよ、何もかも。とりあえずカティアちゃんが男の子喋りしたのがすげえ可愛かったなっていうね、それだけかな。はい、というわけでね、今回クモですが何か見させていただいたんですけども、皆さんの今週のエピソードに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。以上動画部とお送りしました。バイバイ。